This is it. Life's not infinite. It's the only chance we get. So why are we waiting? Why are we waiting? Will it come? 隣のサイトはどんなだろう。第11回目です。11回目。11サイト目のサイトはヒロさん、マコさん夫婦のサイトにお邪魔しております。すごいアンティークな感じの、っていうかアンティークなんですよのサイトです。ちょっと順番に中から紹介させていただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。お願いしますまずあのストーブから2つともアンティークですよね、まこさん。そうですそう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 。こっちが なんて読むんですか。日銭。日銭。これも日本製ですか。こっちも日銭、日本製です。日本製と、日本のやつでこんなおしゃれなのあるんですね。なんか古いやつですか。だいぶ古いですか。そうです。普通にこれは灯油で。灯油、どっちも灯油です。めっちゃ可愛くない。なんかガラスが可愛いらしい。あ、確かに、なんかすりガラスの。すりガラス、そうそうね。なんか元からすりガラスやったかな。透明やった気するんだけど、ちゃうかった。透明。透明やった。透明からすりガラスまで楽しめる。あ、育てる。そう、いろいろ楽しめるらしい。多分磨いたらまた透明にもなるし。へえ。めっちゃ可愛い。で、ここにあの鹿の、これ本間もんなんですよね。そうです、バンビ。バンビちゃんの毛皮があって、めっちゃ可愛いですよ。テーブルとめっちゃ合ってます。このテーブルもあれですか、ヴィンテージ。いや、それはヴィンテージじゃなくてレトロイズム。そのブランド。あ、レトロっぽい。そうです、はい。ヴィンテージに合うイヤーを、はい、ウォールナットとかの真鍮を中心に制作されてる、はいはい。まあ、独特の、なんていうの、またこの世界観が。ちょっとストーブと合ってるみたいな。ほんまですね、女子の心くすぐるね。確かに可愛らしさ。これも真鍮なんですか。真鍮。ここにもしかしてあのフラットバーナーとか入ったり。 IGT 規格に対応してる。あ、そうなんですね。スリーちっちゃい。こんなテーブル見たことないね。すごい。全部オールナットだから、なかなかいいとこ使ってて綺麗。このストーブも全部真鍮やん。え、この黄色の部分は全部黄色。うん、これは多分珍しいんちゃいます。結構に人気あると思う。あ、そうなんですか。うん、確かにちょいちょい。そう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 、インスタでも見る。見る、好きな人は。あ、そうなんですか。うん、でもどっちもあったかくないのがちょっと。そう、実用性言うとこれ夜間乗せられへんし、うん、ほんまですね。熱いのはここだけやし、ここは熱くないのでここまで寝れる、うん、だから危なくないから、子供ったら。あ、これどっちも熱くない。横にあったかく、対流式で上にしかいかんから。あ、なるほど、うん、いやー、すごい。もう出だしからやばいものがありました。これ今の出だし出だし、出だしですか。これも出だしがもうすごいエンジン全開で始まっております。続きまして、素晴らしいオピネルがあるのでそちら紹介していただこうと思います。じゃあ持ち手をカスタムされてるんですけど、めちゃめちゃおしゃれなんですよ。なんか重いんかなと思って持ったら軽いから使いやすさもあると思う。使ってますこれ。使ってない。なんかそのなんか寄せ木を、はい、なんかその上手に貼って貝とか使ったり。あ、貝なんですか。そうそう、寄せ木をこうやってこの、はい、上手にくっつけて作ってるっていう技術がすごいですよね。すごい。元に立てるのこれオピネル。オピネルの持ち手をカスタムして。へえ。これはメーカーさんですか。あ、ヒデさん。ヒデさんっていう方が。あ、オーダーもできるんですね。うわ、すごい。インスタの方からオーダーできるみたいです。概要欄に貼り付けてもらいましょう。買えるかな、ショップがあって。あ、ショップでも買えるんですね。1箇所。あ、四国の方。四国にショップが。そちらでも買えるということで。これ素晴らしいです。これ素晴らしい。いや、でも置いてるだけで存在感がすごい。みんなオピネル持ってるはずなんで、ぜひぜひ
見に行ってみてください。続きましてこっちのこのランタンハンガー、モルゾックさん。そうですね、モルゾックさんの釣り針 M3 っていう商品。めっちゃかっこいい。これ木をこう削り出してるんですよね。旋盤っていう技術で木を削り出して、そうやってそう形作ってる過程でそういう木目が出てくるっていう感じです。すごいですね。めっちゃ、はい、木が独特の、全部木ってなんか木目とか違うじゃないですか、はいはい、でここになんとねハート柄があるというね。また後で抜いてもらったら。ほんまや、ハート柄あります。すごい。ほんでそれあの、ヒロちゃんにつって選んでくれはったんですよ。いやハート。なんて渋い方。そう、そのモルゾックさんっていうのを作っての伊藤憲孝くんっていう子やねんけど、はい、素敵に素晴らしいメンズなんですよ。なんし、まあ、ブランド作品もいいけど、その作者の人柄がいいという、なかなか素晴らしい。作り手側のね、作り手はめちゃくちゃいい。すごいこだわりの一品に。面白いしね。トプリトプリ。そう、すごい面白いし、ここで。すごい。モルゾック、伊藤、どっちもアカウントあるんで、インスタは。あ、じゃあまた概要欄に。絶対。貼っときます。仲良くなりますよ。まあ、もう仲良くなるよ。伊藤さん、よろしくお願いします。そう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 。大体だからどんなランタンとかにも合うし。確かに、正面は反対。このランタンは、ランタンはね、コールマンっていうのがありました。はいはい、コールマンランタンっていうのがあって、はい、でコールマンって昔 OEM で、はい、あのシアーズっていう、はい、今の亡きブランドのシアーズっていうところの OEM で、そのまたシアーズっていうのはテッド・ウィリアムスっていう元メジャーリーガーのプロ野球選手がおったおったんやけど、その人のために作ったブランドのテッド・ウィリアムスっていうモデルっていう、シアーズテッド・ウィリアムスモデルっていうちょっとランタンなんですけど、また高いんでしょ。15万ぐらいですか。ちょっと待って、これでも全部10万超えてます。1個、これはめちゃ高いです。これレアですね。やばいですね、まあ、濡れちゃってる。人柄も素晴らしくて、はい、この作品も本当にこだわって作ってるね、本当に素晴らしいです。フォルムからしてモルゾック、ね、うん、まあ、こういうふうな形のランタンハンガーってまずないんで。確かに、見たことないですもん。何にインスピレーションを受けたのか分からへんけど、まあ、こういうふうな作り出して、で名前が釣り針っていうんやけど、そのフックのところが釣り針になってて、はい、そうですね、この釣り針でちょっと遊園は忘れてんけど、その釣り針っていうのは、このフックっていうのはハワイの先住民の民族かなんかのなんかのその石を組んでるような感じの元で作ってたと思う。ちょっとそこまで意味があるんだ。意味があって作ってる、その民族っていうのは。すごい。いや、もう素晴らしいですね。この一角だけでもうびっくりするぐらいの。テント買います。いいテント買います。じゃあもう続きましてこっち、はい、焚き火周り、めっちゃ焚き火周りだけでもおしゃれなんですよ。でまず焚き火台がエンリッチさんのね、焚き火台ですよね。はい、ここペリちゃんが。どうもエンリッチです。あ、どうもエンリッチです。どうもエンリッチです。エンリッチさんのどうもあの出張サービス、どうもねえ。あとこれ今ちょっと手に入りにくいモスキート、初めて見ました。モスキートハンター、ハンターカトリ、カトリ線香などなどを刺すやつ。はい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 、ここにカトリ線香などなどね、などなど、などなど、ちょモスキートハンター、ちょカトリ線香ベース、ね、そうかそうか、ベースはベースは、ベースはカトリ線香。めっちゃ可愛い。これ手に入らないですよね。ほんまに、ねえ、ねえ、全般的に手に入りにくくなってるんで。確かに競争ですもんね。生産頑張れ。鉛筆さんの焚き火台は、なんせ組み立てやすい。あ、そうなんですか。組み立てやすいし、コンパクトになるし、うん、まあ、そんな重くないね。そう、だから割り便利、女性にも人気じゃなかろうか。あ、絶対人気です、うん。焚き火台ってちょっと ね、大きかったりすると重かったりとかね、大変やけど。
でこれの楽しみ方はね、はい、いいです喋ってどん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 これの楽しみ方は、はい、その焚き火台で火入れする前に、うん、もうここにライト、はいはいはい、ライトとかで、はい、こう光がこうパーって出る影になるじゃないですか、はいはいはい、それをもうしばらく1年ぐらいそれ楽しんでもいいんちゃうかな焚き火で汚れる前にそうそう、うちらもだいぶそれで楽しんでから、もう最近やっと火入れしたでこのココペリが可愛いよねココペリちゃんがね、はい、ココペリがもうほんまに可愛いココペリはアメリカインディアの精霊の民衆の一人か、うんなんかこの中でもデザインが可愛いとかねえ中の人気があるんですかなんか幸せ呼んでくれるんですよあ、そうみたいですね上でねエンリッチの漢字で書いたら縁の豊かになるで縁豊か豊かになるっていう意味を持ってるから、うん、そういう意味合いを持たせてるのが好きなのへぇー旦那さんってみんなね、なんかそんなすごいですね、うん、ロマンありますねロマンしかないロマンしかないいや、それでこれのあ男のロマン説明したい男のロマン。これまず一番私が説明できるところは G ハンガー。ロゴの G。ね、あ、そういうことですか。グッチの G じゃないよ。そう違う。濃いけど。グッチの G。ああ、なるほど。そう、ちょっと反対向けた。あ、そうか。あ、じゃあこれを作ってる人とこれは一緒の方が。一緒ですね。ほう。そのランプは違うけど、ランプ以外は。ランプ以外は。この作者は滋賀県に住むウッチっていう方が、はい、作られてるんだけどその方がもともと焚き火が大好物というか大好きで、で焚き火に合うギアを作りたいということでキャンプ始めて、はいはいまあ、山賊マウンテンさんっていうのを初めて見た時にショック受けて、はいはい、それもショックっていうランタンで考えたけどあ自分もこんなん作りたいっていうことでなるほどリスペクトしながら焚き火により合うこの低いロースタイルでいけるあ低さの焚き火のこの G っていうのと加えてこの焚き火でなんか置いたりねナイフ置いたりとかあの飲み物置いたりとか置けるようなこの焚き火のテーブルを考えたでこれスライドそこのネジでスライドできるのでそうそうそう移動できるあこの地べたスタイルの時もっと下げたりとか低めにしていろいろ使えるあ自由にあ、なるほど焚き火付きの男が考えた焚き火に合うナイスな商品みたいななるほどもうデザインもね、おしゃれで可愛くてはいうわ、汚っ女性も大人ってますよねここも組んでるんですかね組んでる組んでるいや、すごいですね、うん、組んでますねすごい焚き火周りめっちゃ可愛いどうも、えんりちですエッサー違うやろエンリチです違うやろ次はこちらの天板とこのランタンちょっと目についたんですけどこのランタンがなんと100年ものいやめっちゃ可愛いあの夜の様子もめっちゃ灯した感じもめっちゃ綺麗なんでこれはどこで見つけたんですかeBay ってあの日本やったらヤフーオークションとかああいうふうなのあるじゃないですかはいはいそれの世界最大版が eBay eBay へえでアメリカから渡ってきたんですか、うん、おトライしてきたすごい勉強しちゃうトライわーすごいいやめっちゃ可愛いんですよこれキノコみたいですよねこの帽子がそうですねめっちゃ可愛い僕タケノコの方が好きなんですけどまあこのランプは可愛いなと思ってますね里ね里の方あ一緒一緒タケノコこれ戦争がよく起こってるタケノコ派かキノコ派か俺はタケノコタケノコでもランタンはキノコ派テントはタケノコ派傘があるほうが好きやみたいなはいはいはい。すごい。まあ、皆さんおなじみのコールマンの古い、うん、オールドコールマンっていうやつですね。コールマンがこういうのも作ってたってことですか。もともとはね、うん、テーブルランプっていうんですけど、はい、その昔の人の食卓に明かりを提供してたみたいな。
テーブル、ダイニングテーブルの上にこれを置いて、でその明かりでお食事したりとか、まあ、電気が通ってない時はね、まあ、そういうような意味合いを持ってますね、このランタンは。かわいい。それ以上はもうちょっと間に合う話なんで。万人受けせえへんから。万人受けしてまあまあ思った以上に夜は素敵な輝きをするっていう、100年前やのに未だに灯るっていうこのロマン。すごいですよね、うん、時を超えて。100年前の人も見てたみたいな。今俺も見てる。すごい。それもまたロマンですね、うん、ロマンしかない。ねえ、いやそれによく合ってるのがこちらの天板です。STC ガレージ、STC ガレージ、STC ガレージ、新潟のブランドですね。STC ガレージ新潟っていうのです。検索したら出てくるんですけど、STC がまさかの佐藤ちゃんやね。佐藤ちゃん。作られてる方が佐藤ちゃんっていう STC、まあそれの頭文字を取ってるのかな。夫婦ですごいなんかおしゃれな、超おしゃれななんか面白い。そうなんですね、うん、インスタよく上げられてます。キャラもいいです、すごく。そうイケメンやのに写真写りがいまいちでぜひぜひ YouTube にちょっと上げとってください。動画の方で。そうはいはいはい。いやぜひぜひ本人撮影してほしいわ。あ、動画も僕らあの写りあれかな、どうやらレトロとかそんなヴィンテージ系やってるのに合うものを作られてる。その方もヴィンテージとか大好きで、今はもうちょっと最近ワーゲンバスとか買ってよりレトロな世界に飛び込んでるから、そうそう、会いたい、うん、すごい。もう夫婦ともどもすごいいい感じのキャラクターも面白いし、キャラがいいね。そうなんですか、うん、キャラもおもろいし、いや、まあ、結局作り手がみんな面白いね。あ、うん、うん、へえ。でも素敵なテーブルです。今日初おろし。いいですね。そうなんですか。かわいい。ちなみに 天板だけですけど、天板だけで、うん、すごく。これって貼ってって塗るんですかね。一個一個その三角のあれを作ってそれを合わされてますね。そうですね、すごい上手に手間かかってますね。ねえ、よく見たら木目が一個一個違うから、えっと思って。すごいこだわってる。こだわりしか感じないね。ねえ、すごい。ぜひ。とても素敵だ。あの動画撮らさせてください。よろしくお願いします。ぜひ、はい、ぜひぜひ。じゃあ続きまして最後ちょっと撮ってほしいものがあるんで、風林火山を、はい、じゃあ続きまして、私も気になってたこの風林火山のコースターがなんと3つもあるんですよ、このめっちゃ可愛い。やっぱりちょっとこれも全部こう一個一個違うんですよ、これ中とかね。ね、うん、これ口もいろいろ木なんですね、中のこれ木です。すごいですね。そういうような昔ながらのあの、はい、伝統技術ですね、これ、よくあの昔ながらの和の、はいはい、家とかのあの障子とかにあるようなああいう風な感じのその職人技が生かされているという、そこに現代の名目を合わせて作られている。おー、これの出会いは麓っぱらでとあるグルキャンした時に、はい、一宮のキャンプショップランタンっていう、ランタン、はい、っていう一宮さんにすごく男前な亭主がやってるおしゃれな、はい、粋なショップがあるんですけど、はいはい、その今真ん中の左手に持たれてるやつがキャンプショップランタンさんの風林火山オリジナルモデル。あ、そうなんですか。へえ、ね、そこで風林火山さん教えていただいて、はい、またそれをいただきまして、へえ、そこからこれでも贅沢なコースターですよね。いやこれ本当贅沢なコースターもうね、本当もったいないいやすごいと思う、これ贅沢なコースター、うん、ねえ、でも大人気で、大人気、うん、あのちっちゃいあのオイルランタンみたいなの乗せたりとか、ね、そうされてますね。めっちゃ可愛いですよね。いやこれ気になると思ってたら、なんか、ね、乗ってる人おったなんかそうシェルコンの蓋にライトをつけてこうなんかライトアップするみたいな天板を作って貼って、うんうん、はい、そこの上に乗せてね、はい、お酒とか乗せてね、もうお一人様バーみたいな、やばキャンプのバー、それすっごい可愛いな言うて、この天板でもこういう風な透け感のこの和彫りやって、下からライト当ててなんか雰囲気出せるように、他はコーヒーのドリップの
この台とかを作られて、僕もそれを持ってるんですけど、今日は持ってきてないですけど、そうなんですか、すごくおしゃれな、すごくおしゃれなメーカーです。またこれも、2人で作られてるのかな、もうすごい人が、作者も本当ですか、いいですメーカーの、イベントとかにもよく出展されたりもね、あ、そうなんですか、してるし、あとはそのアウトドアショップ、はいはい、さんに置かれてたりとか、人もめちゃくちゃいいです。もう最高です。マジですか？最高です。おもろいし。おもろい。やっぱおもろい人にはおもろい人が集まってくるんですね。めちゃくちゃ面白い。いやー、これは素晴らしいと思う。これはぜひぜひチェック。結局アウトドアだけじゃなくて、家でも使えるでしょ。確かに。家でもね、はい、まあ、おちょこ置いたりなんかコップ置いたりすごい場を盛り上げてくれる。バーでも使える。ワグジュアリー、ワグジュアリー、ワグジュアリーっていう単語がこれ、それワグジュアリー、ワグジュアリーなんですよ。へえ、やっぱこのおチョコによく合ってますもんね。あ、富士山のおチョコ、これはまあどこでも売ってる富士山おチョコねえ、めっちゃ可愛いです。へえ、いや、ありがとうございます。こんな貴重なものを見せていただいて、すごい風林火山さんのポスターでした。ありがとうございました。はい、じゃあもうざっと見せてもらったんですけど、まだまだ聞きたいこといっぱいあったんですけど、まあ今日はちょっと長く回しすぎたんで、この辺で失礼したいと思います。11サイト目は真子ひろさん夫妻さんのサイトにお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいサイトでした。もう目に優しいサイト。